皆様、ご無沙汰いたしております。北海道旭川市長の今津博介と申します。私は4年前、西目幸三郎代議士の秘書として、約1ヶ月間にわたり、石垣市の皆様に大変お世話になって、中山市長の3期目の戦い、お手伝いをさせていただきました。今回の石垣市の市長選挙は、石垣の皆さんだけの戦いではなくて、我が国全体の安全保障に非常に重要な戦いだと思っております。厳しい戦いになると思いますけれども、今日お集まりの青年の皆様の総力を結集されて、必ず目的を達成されますよう、マイナス15度の北海道旭川市からエールを送りたいと思います。皆さん、最後まで頑張ってください。ワイド、ワイド、ワイド、ありがとうございました。